移動しようかと思うんですけど、ちょっと店内の状況を見たいと思います。
いですか。両サイド、白パネルの両サイド、昨日出てるんですよ。これにかけたいと思います。車内、2台がないから。メダルが、メダルがめっちゃ減っとる。やばい。温存するぞ、温存。あら、595ゲームやめいやめい、負けです。聞いたよ、綺麗。よし、39ゲーム持ちメダル。ちょっと頑張ったんですけど、花火結局メダルを逃してしまう結果になってしまったです。で、ちょっともう時間も時間なんで、切り上げて五十嵐さんを待ちたいと思います。結果は最後エンディングで。
表したいと思います。プラスで終われたのでトータルがどんだけプラスになったかを確認したいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。本日の次戦が終了いたしまし た。いやチームプレーでしたよ井原さん。今日はまれに見るチームプレーでしたね。なんか前半外戦で頑張ってくれて21世紀初のチームプレーですね。そうだね。はい、結果いきますか。結果の方行こうじゃないか。投資が私が1000枚、ガラスさんが600枚、はい、2人合わせて投資1600枚。回収が、まあ、あのメダル共有とかしてるんですけど、私が1314枚、ガラスさんが2719枚、回収2人合わせて4033枚ということで、すごい。本日の3枚がプラスの2433枚、トータルの3枚がプラス1900枚。はい、ありがとうございます。ほんまにチームプレー前半で後半で頑張ってね。今日すごい良かったね。今日は良かった。わきあいあいやな今日は。今日はわきあいあいやな。珍しくわきあいあいや。2年ぶりぐらいにご飯行くか。せやなせやな。今世紀最大のニュースぐらいの勢いですけども、まあ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 良かったね。でプラスに行きましたよ。ようやくプラスよ。ようやくしかも約2000枚プラス。やっと温泉旅行見えてきたね。見えてきた。国内旅行や。今回女子国内旅行や。温泉行く。行きたすぎて。温泉行きたすぎて。むしろ希望してるまであります。いや、何やともあれ良かったですね。そうですね。はい。ということで次回からも、はい、さらなるプラスを目指して頑張っていこうと思いますので、ぜひグッドの方よろしくお願いいたします。また外線のトーナ。ちょっと私も遠慮するわ。ちょっと。そっちの区域まで行けてないから、実は領域まで私踏み込めてないから、ちょっと分かんないですけど、まあ、次回からプラス目指して頑張り、はい、頑張りたいと思いますので、はい、皆様応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。ということでありがとうございました。また来週。